賃貸経営の大きなメリットは、不動産オーナーにとって様々な面で得られるものがあります。以下は賃貸経営の主なメリットです。収益の安定性。賃貸物件からの家賃収入は比較的安定しており、定期的なキャッシュフローが期待できます。入居者がいる限り収入が確保されるため、経済の変動に対しても安定した収益を期待できます。資産の保有と価値の増加。不動産を所有することで資産を保有し続けることができます。また不動産市場の価格上昇によって資産の価値が増加する可能性があります。税制上の優遇措置。賃貸経営には税制上の優遇措置が存在します。家賃収入に対する税金の控除や建物や設備の焼却費用の計上が可能など、オーナーにとって税金面でのメリットがあります。資産の資産価値の増加。賃貸経営により得られるキャピタルゲイン。資産価値の増加は将来の売却時に収益を生む要因となります。不動産市場が好調であれば資産価値は増加する傾向があります。リスク分散。賃貸経営において複数の物件を所有することでリスクを分散できます。ある物件で入居者が退去したりトラブルが発生した場合でも他の物件からの収入の安定感を提供します。不労所得の可能性。管理会社に一部または全ての管理業務を委託することで不労所得の可能性があります。管理業務をプロに委ねることでオーナーが直接的な運営に関与する必要が少なくなります。住宅ローンの利用。住宅ローンを活用して物件を取得することができ資産を効果的に活用できます。住宅ローンの金利が低い場合資産の取得がコスト効果的となります。これらのメリットに加えて賃貸経営には将来的な相続の面でも利点がある場合があります。ただしリスクや責任も存在するため賃貸経営を開始する前に注意深く計画しプロのアドバイスを受けることが重要です。